ハロー視聴者どうも、やるぞ。おそらく、まあ、コログの森からキロに着いたところでの何かしらだと思うんすけど、リンク限定なんだ。なんか危ういっすね。仲間がみんな神隠しに会うとかそこら辺か。大魔の騎士の出現を受け、人々が希望と期待に湧く中で、ゼルダは一人焦燥と不安を感じていた。どれほど修行や研究に励もうと、彼女の憂いは晴れなかった。まあそれ結果が出ねえとな、憂いは。ある日もな、神獣のクリテたちと共に異物の調査に赴いたゼルダは、さしたる収穫もなくハイラル城への帰路に着くが、おお、あ、じゃあ別のあれなのか。失礼失礼。ああ、まあまあまあ、リンクのこと好きにはなれないだろうな、マスターソード見るたびに。どうしたらこのまま私が力に目覚めなければ。あ、どっかで聞いたことあんのこれ。その歌。おやすみ。やっぱちっちゃい頃にあったんだな。あなたは敵襲だ。早いね。さすがリーバルだ。でもお前、あの弓の構え方だと手怪我するぞお前。なあ、毛並みと逆だろ。怪我するぜお前。よいしょ。とりあえず雑魚は俺の前から。キエイ、オッケー。まあ、リンク一人になるからね。ゼルダたちと共に目標地点目指せ。どこが目標地点なんじゃ。とはいえこの数の魔物が相手じゃ長くは持たない。急いでおくれよ。制限時間に注意せよ。目標地点に向かう。ああ、結局着いちゃえばもう、どうだっていいんだ。拠点を踏破し、制圧し突破せよ。よいしょ。よいしょ。なかなか、リンクもやれるようになってきたんじゃないか。あ、いいね。よいしょ。ここら辺でボスが来ることは分かっとるので。よいしょ。よいしょ。めっちゃ削るやんお前。リンクやる、もしかして。すごい、敵があっという間にリンク腕を上げましたね。本当だよ、リンクはそんな重点的に強くしてないぞ。武器強化してるぐらいだけど、やっぱインパの方がね、強いですから。インパの方が強いですから、インパの方がね、強化の優先度は高いんだけど俺の中で。それでもリンクなかなかやるね。よいしょ。1234回からのコンボが一番強いか。よいしょ。1、あ、来た。よいしょ。もう必殺技いっちゃうか。そこら辺の敵巻き込めばゲージはたまるだろ。ここらのやつを。ういういうい、うい。あ、もうたまっちゃった。はい、クソ早いや。マップってこれで切り替えれるんだ。ちょ、右下見てや。これ。今更知りました。いやー。これは普通にまっすぐ進んで、またもう一個拠点突破でいいのかな。もうさっさと拠点入って、必殺技一撃目打っちゃうのもありだけど、どうしようかな。ちょ、ボスが出るまでは待っとくか。よいしょ。よいしょ。さあ、ボス出てくるんじゃねえの。よいしょ。意外と楽ね、やっぱ。敵の数が多いと必殺技ゲージも溜まりやすいから。敵が少なければ少ないほど強いっていうのも、難しいってのもな、珍しいよな。まあ、無双ゲーあるあるだと思うけど、ゲームジャンルとしては珍しいっすね。敵の数が少ないほど難しいってのは。よいしょ。そう、それつまり、ここら辺は余裕なわけですよ。ほら、全員消え。
なかなかしぶといじゃん、あんちゃん。オッケー。いってえな。よいしょ。制圧したんじゃないか、さすがに。まだか。ウィズローブ、ウィズローブなら、あ、モリブリンの方か。よいしょ。もう撃っちゃうか、ガンガン撃ってこ。 OK。 一応ウィズローブのやつも回復しといてな。ファイヤーロッドか。で、必殺技ゲージをザコチラシで貯めると。いいね、らしい戦い方ができてきたんじゃないか。まあでも、この先でも味方が戦っているようです。どの先よ、ここも拠点か。なるほど。よいしょ。リンク強いな。インパの後釜もあり得るぞ。まあ現にちょっと席空いたらさすがにリンクにしようって思ってる俺もいるしな。よいしょ。さあ中ボス来いよ、あいつか。よいしょ。これね、中ボス戦ってて思うんすけど、その弱点あるじゃない、なんていうの、ビタロック使ってとかさ、そういうのビタロック使ってとかマグネキャッチ使ってみたいな弱点、あれがちょっと見にくいのがね難しいとこではありますが、とりあえずハイリア隊長たちを救助する。なるほど、救助しちゃえばいいわけだ。ほらよ、よいしょ。オッケー、助かりました。ここからは我々もゼルダ様を護衛いたします。なるほど。さあ俺の必殺技の血となり肉となれ。うわ、めっちゃいるやん。ちょっとさすがにリモコン爆弾案件。よいしょ。あれ、これどうやって進むんだ。あ、浅瀬通るのか。よいしょ。痛い痛い痛い。ういラッシュ決めて。あっぶね。うわ、何も見えねえ。ダメだダメだ、マジで何も見えない。おら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 、よいしょー。まあ、ここいらでなんか戦争する意味はあんまないんだけど。よいしょー。ういっ、よいしょー。はい、まあやれるやつはやっときますか。よいしょ。 OK。 無限枠じゃない、ここら辺。目を見張るような活躍ですね。これも私も負けてはいられません。幻影たち、え、なぜなぜ。ちょ待って、俺マスターソード装備してないよ。ちょ、これマスターソード装備した方が良かったやん。え、多分ね、マスターソード特攻があるんだよこいつらに。よいしょ。で、今装備してんのがマスターソードじゃなくて古代兵装だから、試作品のな、あの DLC かなんかでもらったやつだから、やっぱ削れねえな。それとも普通にこれぐらい硬いのかわからん。こいつらがもともとこんな硬いのか、マスターソードじゃないと倒せないのかがわからん。ちょっとミファーやるのは心苦しいけど、ごめんな。よいしょ。いや、ゴリゴリ削るねリンク。お前ウィークポイントを削る天才だよ。なんかあれなのかな、やっぱステータス補正的なのあるのかな、キャラごとの特徴として。リンクはウィークポイント削るのが得意ですとか、そういうのが。危ねえ危ねえ、もう無視でいいよこいつら。アイスロットもまあここで貯めんでもいいかな別に。よし、
ガンガン行こう。これはさすがに、あー間に合うか。オッケー、ギリギリギリ間に合った。よいしょ、オッケー、よいしょ。あ、倒すと回復すんだな、リンク強っ。やっぱ万能キャラなのかな、位置づけ的には。よしさ、どんどんやっていこうぜ。よいしょ、あーダメだダメだ、使うしかない。 OK、よいしょ。あんな強敵を今の彼は向かうところ敵なしですね。そう持ち上げん方がいいぞ。ゼルダはいい思いせんからな、せんからな。イントネーションがおかしくなっちゃう。よいしょ、ちょ一応な、必殺技ゲージ貯めてから行こう。後々どっかで響いてくるかもしれん。ここで貯めておくことによってな。よいしょ、行こうか。この先のボス戦があるのか知らないけど、まあ楽に行けるだろう。あ、岩ロックか。ここに来て岩ロックまで、城はもう目の前です。突破しますよ。なるほど、あー食らうか。岩ロックたちを倒せ。2対1ですか。オッケー、こっちから乗ろう。乗る、よいしょ、ライドオン。よし撃とう。おら、いけるいける、これ削り切れるぞ、ウィークポイント。はい、もう使っちゃいまーす。頭きたわ。ええ加減倒れの、よいしょ。まずは一体と、さすがですねリンク、あなたがいてくれてよかった。何それ、もうこのあと飛び降りしますみたいな。メンヘラの上等上等区かよお前。おれおれおれ、うぎういっ、ライドオンして、よいしょ、もう一体、もうおれよっと。一時はどうなることかと思いましたが、ここまで来れば安心です姫様すね。ここあれじゃね、これ、あそこの、これ、あ違うか、ゾーラ族のサブクエあったとこかなって、ハイラル人とゾーラ族のサブクエのとこかなって思ったけど、そんなことねえな。よし、ハイリア人か。うお、ドロップが嬉しい。まあ劣等感覚えるぞこれは。どうせ覚えんだから。ほらほら、もうリンクはますます強くなったそれに比べて私は、とでも思ってるのかい。姉御肌だな。てか姉御か。このところ魔物が増えているのは薬剤が近いからなのでしょう。もうあまり時がない。姉さんのネイルかわいい。なのに力が目覚める兆し。そう、指輪、おひいさま、そう、外れそうなとこつけなくても。リンクを見て焦ってんのなら、それは見当違いじゃないかい。あ、仲良くやってそう、みんなと。リンクはあの剣を手に入れる前と何も変わっちゃいないよ。あー確かに、自分がやれそうなことには何でも挑戦する。考えてるのはきっとそれだけだ。あれ料理失敗した時のやつじゃない。うわテンション上がっちゃう。そうやってずっと頑張ってきたじゃないか。いや、まあ人に好かれやすそうなあれしてるもんな、リンクは。私は、俺もあんなやついたら友達になりたいもん、リンク。エクノキ様も言ってただろ、焦らなくていいっ
ってさ。大丈夫。あんたは何も間違っちゃいない。自分を信じるんだ。ありがとう、ウルボザ。まあな、急いでも急がなくても能力の発言は変わんねえもんな。分身獣のクリテと薬剤討伐の要たる大麻の騎士ハイラル王は5人を集めて、ありましたね、そんなの。叙任式を執り行う。あの青色のなんていうのスカーフはそこで授与されたのかな。式はつつがなく終わり、うん、英傑たちは束の間の休息を。ここら辺で写真撮ったんじゃないっけ、違うっけ、あの集合写真。あ、だよね、ここらで撮ったんだよな、 DLC の一番最後な。これで薬剤を封じるための布陣が整いましたね。まあインパはいなかったけどね集合写真に。うわぁ、綺麗な青。姫様と共に戦う大麻の騎士と4人の英傑さえいれば必ずや。うん、一番強いのおめえだぞインパ。もう邪魔をしてはダメでしょ。姫様はあなたと違って忙しいのですから。あなたも姫様を思うならもう少し。インパ可愛いけどさ、日頃の行動をですね。二人とも喧嘩をしない。ブレワイでばあちゃんの姿分かってんのなんかあれだよな。姫様がお優しいからと言って、まったくあなたというガーディアンは。ねえダルケルさん、この前の話だけど。ああ、鍛えてほしいって話だな。俺はいつでもいいぜ。ありがとう。私ね、もっと強くなって彼を。もっとが可愛い。もっと。来るな、僕を巻き込むな。喧嘩ならよそでやってくれ。こら、お待ちなさい。おい、よせ。いや、お前リーバルトルネードをそんな使い方するな。お前はプチリーバルトルネードをそんな使い方するな。な、あ、なんかリーバルトルネード2段階あったら面白かったなとか思うな。な、プチリーバルトルネードとスーパーリーバルトルネードみたいな。まあ今更なんだけど。おうおうおお。あ、まあまあ出たの。え、どうしよっかな。いや、今さ、あ、でも今回20分いってないぐらいか。いや、あのですね、薬剤の牧師録の尺は20分にしようってなんとなく思っちゃったんすよ、これ多分。なんつったらいいんだろう。1個のストーリーが20分ぐらいで終わるから、4個で40分だとさすがに長いかな。あ、2個か。1回に2話分進めて40分だとさすがに長いかなっていうのと、その、ね、強化するのとかをいい感じにこう、テンポよく区切りよくやってった方が面白いかなと思ったんで、いつも20分ぐらいでやってるんすけどね。どうしようかな。今回ちょっと短くなっちまったし、なんかやりたいかなとも思うんですが、まあでもできねえしな。なんか、誰かの強化があるかな？リンクとかあるかな？使いたい技もね、あるんすけど、ちょいちょいと調べてんのよ。リンクの追加モーションとか、そういうのをね。ないな。一旦ここいらで終わらさせてもいただきましょうかね。はい、また次回。ここか。アッカレトリで奪還戦じゃん。はい、やるところからです。お願いします。また次回。ありがとうございました。